い、こちらミヤトラ養鶏場さんの水の黄金4歳です。サイズが73センチです。お願いします。はい、こちらのタイプもいろんなタイプがいますね。これはオレンジの赤っぽいオレンジのタイプですかね。中にはですね、黄色っぽいオレンジですとかいろんなタイプがいますが、これはどちらかというと赤っぽいタイプのやつがあります。水の黄金、ドイツ金松葉とか、まあ、皆さんいろんな言い方をされる方がありますが、やはりですね、こういうものはよく光っているのと、頭がくすみがないのがいいと思います。こちらの鯉に関しては、この頭にですね、特にほくろもなくくすみがないのがいいですね。変わった品種です。はい、最後です。ここも鱗を引き上げるとき1枚飛ばしてますね。これもすぐ埋まります。はい、最後です。はい、お腹ですね。なんか変わった品種を一匹池に入れたいなって方にはぴったりかもしれません。この秋水と同じようにですね、やはりこの背中のこの苔の並び、鱗の並びは見ていただきたいと思うんですけども、こちらの鯉は綺麗に一直線に並んでおりますね。この背びれの頬の鱗の並びはですね、左右対称、ほぼ左右対称になってますので、その辺もこの鯉の一番の見せ所じゃないでしょうかね。よく光ってます。色を入れたい場合にも、そうですね、はい、まあ、色は非常に均一性のある色をしてますので、そうですね、で、まあ、よく伸びてますね、この鯉も。結構こういうこのタイプ結構90センチぐらいもたくさんいますので、大きくなると思いますよ。昔うちも5匹ぐらい90センチオーバーもいました。お好き嫌いはありますけども、でその辺はどうなんでしょうか。逆にお好きな方はね、そうなんですよ。なんか熱帯魚みたいですもんね。はい、いかがでしょうか。こちらミヤトラ養鶏場さんの水の黄金4歳です。サイズの方が73センチです。ぜひよろしくお願いします。